隆でーす。かなり今かなりのねテンションを、使いました。かなりハイテンションにね、無理からハイテンションにしましたけどね。現在は、私はね、山陽道、山陽自動車道ですね。山陽自動車道をね、これ西に向いて走っております。岡山県に向いてね、岡山県のね、総社市、まあよく行くんですけどね、この総社市っていうのがよく行くんですよ。そこに向かっております。まあね、今日はね12月の26日か、12月26日水曜日ということで、非常にこのね、師走の、最後のね、年末の、最後の、まあ、最後じゃないやけど、まあ、明日もあるけど、まあ明日、まあ、そうですね、今日と明日、明後日、まあ、この3日間ぐらいが、まあ、最後でしょうか、ね、乗用車も非常に多い、ね、まあ、今日はね、私の、まあ、恒例のねシリーズということで、高速道路のうまいもんを発掘していこうというねコーナーになっております。これね、山陽道をね軽快に、まあ、今走ってるとこなんですけどね、今日はね白鳥パーキングエリアの下りです。ここはね、理由で詳しくはないんですが、おかずを取っていくスタイルのね、なんか珍しいタイプの食堂とパーキングの食堂になっておるんですね、ここはね。でコンビニもね併設しておってね、僕の大好きなポプラっていうコンビニがありますね。ゴミとか多いな、ほんま。ゴミはゴミ箱に掘ろうぜ、ほんま。ということでね、白鳥パーキング到着しました。セブンイレブンに変わっとる。え？なんかえらい変わっとんの。かなり久しぶりに来るから。松屋になっとんな。変わったんだよ。
いただいてまいりました。すごく変わってました。食堂がなんか変わってましたね。松屋になってましたね。松屋でね、なんか珍しいやつあったんでそれ食べました。あとね、あとコンビニがポプラからセブンイレブンになってました。やっぱりあれですね、大手は強いですね、セブンイレブンね。やっぱあれですね、あれですね、大きいところが強いんかな。大きいところが、高速道路のね、こういう家賃とかもきっと高いんでしょうね。こういうとこはね、やっぱり、ね、このコンビニの、高速道路のコンビニなんてね、多分ごつ売り上げとかあるでしょうから、おそらく。でもね、やっぱり厳しいんでしょう、きっと。まあ私なんかがね、何もわかりませんが。いやー、俺はもうポプラの弁当がね、ご飯ね、炊飯ジャーからね、ご飯よそってくれるんですね。大盛り言うたらね、もうパンパンに詰めてくれたりしてね、あれが好きやねんけどな。まあ今日は別腹でこれ食べます。
あのアメリカンドッグね、いつも失敗してるんでね。うまいな。アメリカンドッグうまい。ビッグフランクやったな。ビッグフランクうまいよ。ということで、白鳥パーキングエリア、変わってました。だいぶ変わってました。まあね、松屋さんとセブンイレブンがあってね、まあ人気あるんでしょう。それなりにね。気になる方はどうぞ。ということで、ね、岡山まで。頑張って走りたいなと思っております。さよなら。